岸本博樹監督です。まずは試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。試合の感想をまあ率直に振り返って、お願いします。そうですね、SC 松井さんが守備のところをしっかり、人数をかけて守るっていう守ってくるっていう想定はある程度していたので、試合の入りのところも守備のところを人数かけてきてはいたんですけど、そこをしっかり、崩しに行こうっていう、準備もしてきたので、そういう意味ではそこの準備をしてきたところが、出せて得点が取れたっていうのは良かったかなと思います。いつもの、リーグ戦と少しメンバーの、メンバーもちょっと変えてき変えたと思うんですけど、何かこう狙い等があれば。そうですね、大きな意味とかっていうのはそんなにはないんですけど、ただトレーニングのところからしっかりこちらが要求したことに対してしっかりトライしようとしてくれてたっていうメンバー、そしてハードワークをしてくれてたっていうメンバーを中心に選んだという形ですかね。前半も先制点が取れるまではちょっとこう硬いこう展開だったと思います。その時にこう気をつけてたことといいますか、そういったことがあれば。やはり人数をかけてブロックを敷いてきていたので、不要意なボールのロストだけはしないようにと。で、前節のリーグのところでもカウンターから失点をしたというところがあったので、攻めている時こそリスクのところの、管理という部分は意識して声掛けはしていました。はい。今日のあの結果でひとまず、島根県代表として、天皇杯本戦の出場権を獲得しました。そこに向けてちょっと一言、お願いします。そうですね、私たちにとっては、全国の舞台で戦えるというのは非常に、大きな意味を持つと思ってますし、またカテゴリーの上の相手と試合をするチャンスというのはなかなかないので、そういった意味でも非常に大きな、出場権を勝ち得たというのは非常に大きな、成果かなと思っています。はい。また来週4月28日も、同じく、島根県立サッカー場でリーグ戦の方が、再開されます。そこに向けてもちょっと一言お願いします。まず一番大事なのはリーグ戦のところで、しっかり勝ち切るというところだと思っているので、前回リーグでは負けてしまっているので、リーグで連敗しないというところを、まず、考えてますし、増田での開催は初めてになるので、まだね、試合を見てもらってない方たちに、しっかり自分たちが戦う姿を見せて、勝利を一緒に喜べればいいかなと思っています。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。井上レオ選手です。試合お疲れ様でした。ありがとうございます。では試合をまず振り返って、感想一言お願いします。前半結構硬い試合だったんですけど、練習でやってたサイドの裏をつけて、で、いいボールキャンで、あとは当てるだけだったので、元気に感じます。なかなかこう点の取れない時間帯も続いて、はい、苦しい時間帯もあったと思います。はい。前線の方でどのようなことをちょっと心がけてプレーしてたのか教えてください。まず起点になること、あとはもうサイドのやっぱクロスが多くなるって分かってたんで、中に入る出力などを上げようかなと思ってました。貴重な先制点、振り返っていかがでしたか。先ほど言ったように元気のクロスが良かったんで、本当に当てるだけだったんで良かったです。まずは天皇杯の本戦の出場を決めました。天皇杯に向けての意気込みをちょっと一言お願いします。島根県の代表なので一個でも勝利できるように頑張りたいと思います。はい。来週4月28日は、同じく、島根県立サッカー場でリーグ戦の方を、再開します。そこに向けても、一言お願いします。前回の試合で負けてしまったので、ここからやっぱ勝ち続けないと優勝できないと思うので、一戦一戦勝ちたいと思います。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。曽根孝之選手です。まずは試合お疲れ様でした。お疲れ様です。今日の試合、振り返って、率直に感想を一言お願いします。まず、タイトルがかかった試合 で、しっかりと勝つことができてタイトル取れたっていうのは良かったかなというふうに思います。
まあ、なかなかこう得点も取れずちょっと難しい時間が続いたと思うんですけど、まあ、そういった時、まあ、気をつけてたことというか、まあ、みんなどういうふうな声をかけて試合を運んでたのかちょっと教えてください。まあ、チャンスを作るところっていうのはできていましたし、ずっとボールを保持していた中で、まあ、一発のカウンター食らって失点するっていうのを避けたかったので、そこは全員で取り組んでやれたかなっていうふうに思います。はい、まあ、島根県代表として、天皇杯本戦に、出場を決めました。まあ、そこに向けて一言お願いします。まあ、対戦相手はもうすでに決まってて、昨年度対戦した高知ユナイテッドですし、まあ、今シーズン相手チームはすごい調子いいチームなので、そこでやっぱリベンジしたいなというふうに思います。はい、あと来週4月28日も、同じ島根県立サッカー場でリーグ戦再開されます。またそこに向けての、一言お願いします。リーグ戦は前回負けてしまっているので、まずそこでも今日のようにしっかり勝って、またいい波に乗れるようにしていきたいなというふうに思います。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。